レクシーすごい。ん？おめえ、この探偵事務所に依頼か？やめておけよ。ここの兄さんはな、これもんよ、これもん。大した実力もねえのに、運で世の中を渡ってるだけのドアホーだからな。女房にも逃げられて。しかし、ミンとチュアンはどこ行ったんだよ。キュン。あ行の野郎。絶対あの娘にいたずらしてるに違いないぞ。何を恐ろしい目で睨んでるんだおめえ。おめえのためを思って忠告してるんだよ。わかったか？さあ、明日の裁判に備えてもう少し頑張りましょう。あら？あ、いえ、ごめんなさい。気のせいでした。ごめんなさい、はあ、一体どうしたのかしら。ここで待ち合わせをしたはずなのに。ああ、もう計画が狂っちゃうじゃないの。もう姫もあんなアウトローな男に頼むなんて。アウトローとは俺のことかい？俺だ。と言ったら前髪テローンで帽子かぶって。あら、でもよく見ると結構いい男ね。おいお前。はい。何をするの？貴様、俺のことをおざなりにしやがって。やっと見つけたぜ。いや、何をするのよ。いいか？お前は俺にだけ貢いでいればいいんだ。今度俺のところから逃げ出したら。いや、ちょっと本気で怒るわよ。許してごめんなさい。待ちなさい。一体何の騒ぎ？リンレイ、この男は何？俺は相馬だ。この女は俺のもんだ。3ヶ月かかってやっと見つけた。あんたがい、堂本は。リンレイの昔の？質問は俺がしている。だったらどうだというの？ふん、いい女だと思ったが、近くで見ると化粧が濃い。だいぶ塔が立っているな。金をかけてもリンレイみたく若い女の肌にはかなわんか。ご挨拶ね。女をしつけたつもりだろうがそうはいかん。連れて帰るぞ。いいわよ。それじゃあ契約の解約手続きを。こちらへどうぞ。リンレイ、荷物をまとめる用意をしなさい。まやか様。どうしたの、相馬。リンデを連れて帰るのではなくて。いいだろう。とりあえず第一段階終了だな。リンデが俺を睨みつけている。そうだ、それくらいでなくてはな。で、解約手続きというのはこのだだっ広い店内でやるのか。バカな男ね。店内は三重の防音が施されているの。鉄砲を撃っても外には音が漏れないわよ。その愚か者をたっぷりと後悔させてあげて。安い用心棒を雇っているな。誰よあなたは、一体何者なの。鉄砲を撃っても外に音が漏れないそうだな。あなた、こんなことしてただで済むと。静かにしろ。そこで伸びてる男と同じ顔になりたくはあるまい。相馬、勝手に逃げたことは謝るわ。でもあなたは暴力的だし、お金第一のあなたに正直言って疲れていたの。いい体になったな。一体どれだけ稼いだ？ん？俺に情能もせずどれだけ稼いだんだ？痛い。強く握らないで。3ヶ月分の遅延損害金と慰謝料込みで300はもらわんと割が合わんな。分かったわ。払うから堪忍して。堪忍？このメス犬が！いいか、これからまた俺のために働くんだ。金を持ってこい。今度は逃げるんじゃないぞ。わかりました。待って。あなた、どこかの組織に属しているというわけではない。だったらどうだと言うんだ？お金が欲しいの？それがどうした？俺は一匹狼だ。ケチな金じゃ動かない。こいつは俺のもんだから稼いだ金の8割は俺のもんだ。300と言わずにその力を使ってもうちょっと稼いでみない？さっきまでこの俺を叩きのめそうとしていたくせに。強い男に女はしびれるものよ。俺は金があればいい。そいつをあんたは用意できるというのか？ええ、あの用心棒のギャラはあなたの女の子より多いのよ。その男を倒したあなたはもっとギャラが良くなるでしょうね。ただし、身元は調べさせてもらうわ。お店の方針でね。履歴書に写真を貼り付ければいいのか？あれからもう5日か。長いようで短い。しかしあなたがまさかこれだけ才能があるなんてね。褒めてんのかい、けなしてんのかい。両方。闇の組織に身を投じたら半年も経たずに幹部クラスは確実ね。いずれは本部の大幹部の夢じゃない。それも悪くないな。ちょっと冗談になってないわよ。任務を忘れたの？任務を課せられた覚えはないな。報酬をもらい依頼を全うするのが俺の仕事だね。あなたを狙ってるお店の子すっごく多いのよ。私の昔の紐だなんて設定だからやかまれてしょうがないわ。陰で苦労してるってわけか。どんな性格の子が好き？毎月いくらあげれば満足する？私なら全部尽くしちゃう。ああもう。お前ら毎日何をやってるんだ？あなた、はっきり言って才能あるわよ。道を誤ったわね。おいおい、けしかけてどうする？なんかムカつくわ。ちやほやされちゃって。なんだ、ジェラシーか？そんなわけ。静かにしろ。マヤが来た。リンレイ、今日はお前をたっぷりと可愛がってやるぜ。4時間は死ぬような目に合わせてやるからな。わかったわ。そうま。ちょっと話があるんだけど。野暮はやめろよ。見ていたんだろう。今取り込み中だ。大切なお仕事の話。リンレイ、外してちょうだい。